テンポもいんの？テンポ？忍法とテンポ？嘘でしょ？テンポもいるやん。テンポ。忍法とテンポ、どっちが強いの？セイポ？三法もいんの？何三法って？テンポって、テンポ、あ、メガネかけてんのか。あ、待って、俺がさ、あのカナカーナがさ、イベント中にコラボ申請してきたから、あのオフにしてるわ、ホスト。今オンにした。あれ、忍法、あ、名前違うんだ。名前が忍法じゃねえんだ、これ。だから出てこねえんだ。クソ漏らし、クソ漏らしサブロ、リン押し、何これ、名前リン押し、なんだよこれ、名前が分かんねえ。あ、いたいたいた。あ、どうも、せいじさん。どうです。ちょっと僕、自宅に包丁が刺されて、あの郵便受けに、それでドアノブにロープが巻きつけられて、ちょっと警察状態になっちゃったんですよ。あ、それで移動してるんですか、今。はい。大丈夫ですか？いや、大丈夫じゃないですよ。でも引退した方がいいんじゃないですか？怖いですよ。引退、うん、なんで引退なんですか？危なくないですか？身の危険が、殺されちゃうんじゃないか。まあ確かに、オートロックマンションじゃないから。絶対そのうち殺されますよ。あの、ゆいがさん2号になりますよ。え、ゆいがさん、そうなっちゃう、スーツケースに。そうなっちゃうんですか？多分なりますよ。え、だって僕そんな犯罪とかしてないですよ。なんでそんなアンチが多いんですか？いや、わかんないです。いつ届いたんですか？今日？今日何時ぐらい？さ、4時ぐらい。え、うん、自演って噂なんですけど、自演じゃないですか？いや、自演ではない。さすがに自演で警察動かすわけないじゃないですか。うん。いや、自分で。だから本当にガチで。包丁をポストに入れて、この大騒ぎさせた。うん、あ、そんなことする意味ないじゃないですか。警察呼んでみたいな。いや、さすがにそこまでしたら犯罪者ですよ。ニコ生でもやってますって。僕本当に包丁入れられて。ニコ生でもやってますって。やってないよ。そんな嘘ですよ。嘘跡？台本じゃないです。嘘跡ですよ。台本じゃないですよ。立案狙いで。立案狙いとかじゃないですよ、うん。本当に僕は殺されかけてるんですよ、今。特定できないですか、その犯人は。一応指紋取っていったけど、うん、前科がないと見つからないって言われました、ね。初犯だったらやばい。相手に指紋の。あれなんだろう。でも関東方面の人ですよね。千葉とか埼玉とか東京とか。まあ、そんな遠くから来ないですよね。多分そんな遠くから大阪からとか来ないですよね。まあ確かに。まあ千葉でも僕のとこなんてバス使わないと来れないし。車持ってる人ですね。まあ車かもしれないし。いやー、えらいこっちゃ。そうそう、ニコ生でもあったんですか？ニコ生でも包丁とかあったんですか？包丁、あ、ニコ生の時はもう殺害予告とかあったけど、包丁まではなかったですね。コメントでなんか家族全員を殺すとか、そういうコメントが来て警察行ったとかありますけど。はい。なんでそんな班長いいんです？普通に配信してたらそんなアンチつかないじゃないですか。いや、なんでそんな。いや、僕は普通に配信してるつもりなんですけど、うん、普通に配信してるつもりなんですけど、なぜかアンチが多いんですよ。なんかね、いい人なのに。でも、好青年なのね、見た目、うん、真面目でね。僕も
そうです、不思議でしょうがないんですよ、うん、なんでこんないい人そうなのにアンチがつくんだろう。なんか本当は真面目な人じゃんね。それが謎ですよね。ね、ま、真面目一本一本で。なんでだろうね。はい。なんでなんでしょうね。なんか人をイラつかせる何かがあるんでしょうかね。そっちのアンチを大量に製造する才能が。はい。ね。はい。なんか僕も何がなんだか分かんない状態で。怖くないっす？怖いっすよね。はい、怖いですよ。警備しましょうか、僕は。怖いです。警備。はい。ええ。警備？大丈夫ですか？警備は別にいいですけど。外で僕、いや、ちゃんと鍵が。車の中で待機してましょうか？僕、なんか鍵とチェーンがあるんで。大丈夫っす？いや、それは大丈夫です。それはそこまでしてもらうあれはないんで。いや、なんてか、なんかあってからじゃ遅いじゃないですか。大丈夫ですよ。うん。まあ、そうですけど。でも、一応、ここはちゃんと鍵もかけて、チェーンもかけて、しかも3階だから、登っては来れないと思うんですよ。僕とは。だから、僕は外に出たらやばいですけど。24時間交代で、警備しましょうか。いや、あ、ダメなんです。その人はちょっとあれで。ダメです。ダメで。うん。ダメです。なんか50万と関係ないのか聞いててずっとやってたんですけど、50万って何ですか、はい、これ。何なんですか、50万、50万って。知らないです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 。なんか50万、50万ってなんか聞いて。知らないです。知らないです。50万、50万って。知らないです。まあ、とにかく僕はちょっと命を狙われてるんで、うん、危ないですね。危ないってことですよ。景気づけにバトルでもします？危ないですよ。まあいいバトルどうなんですか、成績は。成績はなんかずっと負けっぱなしですね。え、いなくなってたんですか、投げてくれる人も。投げてくれる人がいなくなっちゃったっす。なんかささっといなくなっちゃいました。裁判で50万、元囲いから50万取った。はい。月債50万、なんだこれ。あ、します。じゃあコラボしますか。はい。あの、VS しますか。はい。じゃあ、VS。なんだ、50万って。じゃあ、はい、セイジーさんとちょっとバトルして、はい、ちょっと怖さを和らげようかな。みんな、皆さんお願いします。みんな頼むわ。ここでセイジーさんに勝って、お願いします。お願いします。皆さん、ちょっと僕の恐怖な感情を取り除くために、うん、ちょっとセイジーさんに勝って、ちょっと頑張りたいです。皆さんお願いします。クマちゃんです。お願いします。いや、僕今クソ雑魚だけど勝ちますよ、皆さん。セイジーさんに勝って、景気づけで、ちょっと怖さを忘れて眠りたいです。花火みんな勝ちましょう。もう、ね、もうイベントアイテム、風船、花火、もう大花火、ファンタ、全部ください。もう何でもいいです。何でもいいです。皆さん、何でもいいです。猫ちゃんです。あ、風船、あ、兄ちゃん頑張って、サムボコマラちゃん、ありがとう。何でもいいです。ありがとう。あ、スターチョコありがとう。バーガーありがとう。バー行きましょう。煮干しナイス。あ、ポンポンありがとう。さあ、風船 KP。いや、これ、自演とかじゃないから、ほんとガチで危ないことだから。ガチで命を狙われてる。命を狙われてる人間を助けるのが、みんなの義務だろ。義務ではないけど、みんなが命を狙われてることを、命が狙われてるんだよ、僕は。よし、エール花火ありがとう。エール花火ありがとう。チュインチュイン。普通の花火どんつくらすかい。バブルババンありがとう。ありがとう。超いいね、ありがとう。チュインチュイン。チュインチュイン。ワインデケーピア10個ありがとう。チュインチュイン。アフワッチ応援団ありがとう。チュインチュイン。あ、フーさんありがとう。チュインチュイン。クラックありがとう。チュインチュイン。
じゃあみんな行くか、ここらで。花火。よーし、ハート花火、ありがとう。あー、追いついてきた、追いついてきた、追いついてきたよ。追いついてきたよ。ハート花火、豪華、ありがとう。負けられへんよ、煮干しナイス。よーし、キャットフード、ありがとう。ふわっち応援団、ありがとう。あと2分。これは負けられない戦いだ。お負けられんぞ、ちょっと。みんな、もう、頑張って、ふわっちの帝王、セイジさんを倒そう。バブルバブン、ありがとう。チュインチュイン、チュインチュイン。よし、キャットフード、ミケたち2個、ありがとう。よし、行くぞ、みんな。盛り上げ猫さん、ありがとう。チュインチュイン。よし、行くぞ、こっから、こっから。負けられんよ。よし、ありがとう。盛り上げ猫さん、ありがとう。チュインチュイン。ひなちゃん、ナイス。食らいついていこう。バガポテ9個、ありがとう。チュインチュイン。オッケー。よ、いいよ、いいよ。いいね、いいね。おし、エール花火ありがとう。チュインチュイン。よし、食らいついていこう。食らいついていこう。こっから半分だ。ちょっと食らいついていこう。セイジさんに勝とう。勝とう。セイジさんに勝とう。忍法がセイジさんに勝ったら胸熱だろ、みんな。忍法が負けたら、負けるより勝った方が胸熱だろ、みんな。セイジさんだぞ。ふわっちの王だぞ。おし、イベント応援するゾウさんありがとう。チュインチュイン。おー、パールナイス、ナミちゃん。よーし、食らいついていこう。まだ慌てる時間じゃない。まだ慌てる時間じゃない。バブルバブン10個ありがとう。チーチューイン。高級猫缶、チーチャリアス。ナイス。よーし、とんでもない応援する豚さんありがとう。チーチーチューイン。コンバッソナイス。よーし、来た。コンバ。ランキングポイント20倍。行くぞ、みんな。行くぞ、みんな。みんな行くぞ。よし、ふわっち応援だ、ありがとう。チュインチュイン。ずっと勝つよ。差し込み決戦で30秒、30秒。よし、行くぞ。チョイにありがとう。チュインチュイン。バブルバブルありがとう。チュインチュイン。差し込み決戦。よし、ふわっち応援だ、ありがとう。チュインチュイン。麦茶ナイス。煮干しナイス。獅子舞ナイス。勝ちに行くぞ。よし、応援、ゾウさんありがとう。行くぞ、行くぞ、行くぞ、行くぞ。差し込み行くぞ。みんな準備ええか。差し込み。よし、花火10個来たー、来たー、来たエラル、あーちょ。危ねー、ギリギリ。危ねー。ギリギリ勝ったんだけど。ちょっと、ちょっと足りなかった。ギリ負けた。皆さんありがとう。みんなありがとう。チュインチュイン。チュインチュイン、みんなありがとう。接戦できただけで嬉しいわ、みんな。なんか飛んだ。なんだ。ちょっともうちょっとだった。なんか来たのかな。ちょっともうちょっとだった。ファンタありがとう。チュインチュイン。惜しかった。でもみんなの頑張りに、俺ちょっと勇気づけられたわ。みんなの頑張りに勇気づけられたわ、もうちょっとこれ。ギリギリ。やばかった。ちょっと勇気づけられたみんなありがとう。ファンタ来たんだ。これで僕はもう殺されても、ファンタ来た。ファンタ来たの最後。ファンタ来た。俺の声が聞こえない？もしもし。最後ファンタ来たと思う。聞こえるこれ。聞こえない。声が聞こえない。もしもし。なんかね、リスナーさんが聞こえない。声聞こえるよ。そっちは聞こえる、うん、なんかリスナーさんが聞こえないって。聞こえる。音量がでかいんだ、声が。うるさいんだ。あ、じゃあ僕の声が聞こえないってことか。ちょっとマイクの音量下げれます？あ、僕は声がでかいから。うるせえわ。聞こえない。あ、いつも。マイクの音量。なんか思ってたけど。こんくらいでいい？うるせえ。うん、かき消されちゃう。こんくらいでいい？忍法がうるせえ。ああ、うん、ごめん。ごめん、ごめん。ありがとうございます。忍法さんね。じゃあ、ありがとうね。またね。心配してくれて。うん、なんかあったら言って。なんかあったら。それじゃあ。忍法だと声が小さくなるの？
マジ？チュインチュインってさ、チュインチュインって。あ、いっぱい飛んでるわ。うわ、ありがとうよ、皆さん。ギリギリスペシャルハートドン作らすこい。ギリギリ勝ったね。何回バトルすんだよな。すいません。あー、シャンパンタワー。浜社長来た、これ。今来た、今来た。あー、ギリギリ勝った。タケチャレアス5個。どうさ。忍法がでかい。うん。いつもでかい、声が。うん。メニエル病のモノマネしてた。バン、あ、そうなんだ。花火ドンつく。今来た。ふわさん、ありゃ。今来たわ。すごい、ラグがすごいわ。今来てる、クマちゃんとか。ちいちゃんです。シャンパンタワー、浜社長、今来た。今来た。もう終わってんのに、今来た。今、たけちゃん5個、どうされる？これもう、もうさ、流れてないんでしょ、アイテム。ちょっと見るわ、自分で。流れてないわ。ヨステビトさん来てない、来てない、俺んとこ。あの、ヨステビトさんってさ、あれでしょ、忍法さんの投げ師さんでしょ。忍法さんの投げ師。ねえ。その人にも俺フォローされてんだけどね。あ、入り直してね、カクカクの人。そうだよね。投げ師さん、ヨステビトさん。俺、その人にフォローされてんだけどね。うん。結構投げるんだ、ヨステビトさん。880のコメント。880。880、どこ行った ?880。あ、これか。忍法を舐めてる女配信者多いけど、ニコ生の大手で実力あるから、お前らが下なんだよ。あ、そうですか。ニコ生ってあれだよね。アクティブとか閲覧が高い方が偉いみたいになってるじゃないですか。僕、ふわっちで頭張ってるんですけど、ふわっちって課金サイトなんですね。なんで、閲覧があっても1円にもなんないんですよ。結局、アイテムをどれだけ投げられるかっていうサイトなんですね。だからちょっとお門違いですね。ごめんなさい、お疲れです。ニコ生で有名だろうが、ここでは僕よりは下なんだよ。よろしく。ごめんなさいね、ごめんね。お疲れ。ねえ、僕と同じステージに立てないから、まずごめんなさいね。ごめんなさい、閲覧って1円にもなんないです。YouTube とかだったら再生回数多い方がお金になるんですけど、ここだと閲覧って1円にもなんないです。うん、ごめんなさい。忍法さんはまだまだですね。僕よりも下ですね。ごめんなさい。炎上させたら誰でも2000人、3000人行くんですね。うん。ごめんなさいね。顔面偏差値でも収入でも僕に勝てないですね。相撲でも。勝てないです。だから忍法さんって、まあ、1500人ぐらいさっきいたんですけど、仮想軍師さんで20人30人でやってて、イベントね、総合ランキング入ってる方の方が僕はすごいなと思いますね。少ない囲いさんでね、それだけ愛されてるってことなんで。忍法さんってあんだけ人が多くても愛されてないじゃないですか。アイテム上がんないじゃないですか。ゴルプラでしょ、まだ。うん、だまだまだ学ぶことが多いんじゃないですか。だからニコ生とフワッチって別の配信サイトって思ってもらわないと、ニコ生から来る人多いんですけど稼げません。閲覧が欲しいんであればツイキャス、ニコ生行ってください。 YouTube ライブ、 TikTok もやっぱ閲覧多くても稼げないと意味ないです。全くもって意味ない。うん、課金サイトなんですよ。どれだけ多くの人に見てもらえたかじゃないんですよ。コメントをどれだけ書いてもらったかじゃないんですよ。コメントが少なくても
アイテムがね上がってなかったら意味ないでしょ。コメントがバーって流れてもアイテムが上がんない。